さっきね、膝のね、ここのね、右膝なんだけど、ここの膝の奥の神経をね、チク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 つく電磁波がね、まあ昨日の夜からね、夜とか、昨日の昼ぐらいからか、チク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 ずっと打ってきてるんですね。かなり痛いですね、神経をね。で、鼻にかゆみとか、さっき食事してるときね、まあ早朝もね、陰部に電磁波打ったりとかね。まあ、じゃあそれ、なんだ、やってるのがなんか、ごまがきとか言ってね、なんか、ごますりの、なんだ、当案の課長とか言ってますけどね。でまあ、これで、さっきツイメモに書いた通りね、この田中智則よりね、何が、その公安の課長が優れてるかってね、鼻にかゆみの電磁波が打てるって聞かせてきましたね。おー、なるほど。鼻にかゆみの電磁波が打てる。だから俺の方が上だって言うんだったらね。まあ、その公安の課長のね、ね、近所のね、ね、そうかな、なんだ、ニートのね、ガキだとか、ね、まあ、あとは、ハンピラー以下のね、ヤクザとか、ハングレーのね、下っ端のね、そこなんか小僧みたいなのね。でそれが、あれだね、電磁波がね、ごまがきって言われてるね、公安の課長にね、打てるんだったらね、鼻にかゆみの電磁波を打てればね、そっちの方が上だってね、いうことになるよね。その課長のね、ごまがきって言われてる課長の主義主張論理に基づいてね、自分に鼻にかゆみの電磁波が打てる ね近所のニートね、それからね、ハンピラ以下のね、なんかヤクザやハモグレーの下っ端とかね、そんな方がね、公安の課長をやってる自分よりもね、上になるね、自分に鼻にかゆみが打てるからっていうね、まあそういう話なのね。でまあ、近所でね、ただ電磁波打ったことでね、田中智則に電磁波を打つよりね、エネルギー使わないからね、まあ関東から打ってるんだったらね、500キロも離れたところにいるからね、だからかなり電力ね、使いますよね。その電気代は国民に支払わせてるから、だから光熱費がこの数年の間でね、2倍も上がってしまってるんでね。で、まあ、火力発電が主流ね、まだ主だから、ね、石油の消費量もね、かなりね、増やしますね。増やしてるね。で、送電線も作るのもそうですよね。あんなに全国送電線をね、2倍、3倍にね、増やしてるからね。だから石油をガンガン使ってますよね。で、まあ、今、光熱費だけじゃなくて、物価まで高騰させてますよね。それやってるのね、こう、課長やら、信濃町の連中ね、ああいう倉庫のね、ろくでなしな連中ね。うん。が、まあ、遠く離れた田中智則に電磁波を打つことによって、1年間に何十億とかね、何百億の光熱費を使ってね、でさらにね、社会経済にね、大損害をね、大損的にね、いろいろ分け出すとかね。だからまあ、まあ、やめれんだったらいいよね、近所同士でやれっていう話ですよね。そうすれば、送電線をね、伝ってね、エネルギーね、使わんでもね、建物、自分の建物の中でね、自分の家族ね、とかね、近所のね、まあそういうさっき言ったような連中にね、電磁波にね、打たせてやればね、その課長をね、近所同士でやればね、まあもっと言えば、関東だけでやればいいよっていうね、信濃、東京だからね、だけでやればいいよね、関連だ、なんだ、東電か。東電のね、管轄の中でやれとかね。で、地方はね、電磁波犯罪を全面に撤退とかね。そうすりゃ、ね、地方は電力量ですね、消費量を減って、ね、原油価格の差は、ね、ガソリン価格の差は、まあ、関西だけ、関西だけでね、やってみたら、まあ、関東だけでやれとかね。関東の電力のね、東京の、ね、管轄だけでやれと。まあそういうふうにすれば、東京は今の、ね、物価で、ね、地方は、ね、物価が下がるとかね、
まあそういうふうになるので、まあとにかく、まあ、くだらない連中どころじゃないね、滅ぼさなきゃいけない連中がね、公安もジョン、ね、準公安、ジョン公安ね、だからね、信濃町の総家の連中、まあ滅ぼせばね、5年ぐらい前のね、あの実質賃金まで回復してね、物価もね、まあ缶コーヒー1本ね100円だった時代があったのでね、今のそういうカルト政権ね、そうからね、統一のカルト政権ね、そういう連中のせいで缶コーヒー1本が140円になっていること、それがまあ大体120円ぐらいまでにはまた戻せる、まあそういうふうになる、うん、そういうことです。